皆さんこんばんは、あずひたち店の美彩です。松岡です。なんのドゥルルルということで、ということで、はい、明日ははい、成人式ということで、はい、私たちの成人式を振り返ってみようと思います。いいですね。はい、美沙さんは成人式の写真どこで撮りましたか？はい、二十歳振袖館あずひたち中店です。おお松岡さんはどこで撮ったんですか？私は二十歳振袖館あずができる前だったので小野写真館で撮りました。イエーイ。ということで二人とも自分たちの、はい、自分たちのお店で、はい、働く前に私は撮りましたよ。私働いてる途中に撮りました。途中っていうか、はい、もう入社してから成人式を迎えた感じですね。はい、そうですね、はい、私は成人式が終わってから入社しましたので、はい、ということで、まあ恥ずかしいのですが、はい、せっかく成人式明日なので、はいはい、自分たちの成人式の写真をお披露目しちゃおうかなと、はい、かしこまりました。かしこはい、ということで、はい、じゃあ私はちょっとおちびしたいと思うので私から、はい、何年前ですか？はい、2年前になりますね。あ、じゃあまだまだ今のミサイと同じですね。はい、ちょっと紙でね、プリントしたの で、 そうなんです、あまりお綺麗ではないんですけれども、はい、そこはご了承ください。はい、じゃあ、はい、アジで撮ったミサイです。ドゥルルルルルルルバスーン、あ、光で見えない。こちらでーす。かわいい。ミサイはアルバムを作ったのですね。そうです、アルバムをちゃっかり作ってしまいました。かわいい。これはあの今も大人気の和モダンの着物を着てるんですね。そうです。これに一目惚れして1着ぐらいしか着なかったですね、衣装合わせの時に。こちらでございます。当日は当日はちょっとおばさんの着物を着たので、うん、撮影の時だけ好きなものを着させていただきました。いいですね。どうでしたか撮影の時は？すごい楽しかったです。素晴らしい。もう本当に今時の成人って感じですね、はい、しかも皆さん見てください、これスニーカー履いてますからね、私。おお。すごい。え、知らなかった。スニーカー履いてるんです、これ。あ、本当だ。ちょっとマイスタイルっていう感じでやったんですね、はい、ちょっと個性的にやってみました。いいと思いますよ。では、はい、鳥の松岡さん、いいんでしょうか、はい、私が鳥でも。はい、松岡さん何年前になるんですかね。前濁しちゃう感じですね。はい、はい、もうだいぶ前ってことですよ。はい、かしこまりました。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ小野写真館で撮った私の成人式の写真を、はい、バスン、ババ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 バスン。おお。こんな感じでしたよ。しっかりと肩物を取って。そうですよ。ちょっと目線は外して。まあなんでこれなのかちょっとわかんないですけど、これはですね、まあ着物は持ち込みだったんですけれども、はい、今はすごく振り袖にもちろんお仕事にしてるので、はい、こんな振り袖がいいとかあんな振り袖がいいとかすごくお客様に提案してくるような興味はあるんですけれども、はい、この二十歳の頃の私はですね、はい、全然着物に興味がなく、あのお店屋さんに勧められるままこのからし色のちょっと微妙な着物を選んでしまって、はい、こういうお写真を作ったということなんですが、はい、まあいい思い出、まあ、そう思い出、そういうのも思い出です。二十歳の時は、はい、まあこれだったということで、はい、この年代の差すごいですね、はい、時代は変わるものですからね。そうですよ。でもやっぱり成人式の写真は撮っておくのが一番。はい、私もそう思います、ね、こんな私でももう戻りませんのでいい思い出です。はい、ということで小野写真館の根本さんが撮ってくれました。根本さんありがとう。あ、これも多分根本さんが撮ってくれたんです。ピンクの背景、すごい。根本さんはずっといるんですね。はい。根本さんありがとう。ありがとう。ということで明日は成人式、はい、私たちも朝から頑張って皆さんをお迎えしますのでよろしくお願いします。お願いします。ということで新成人の皆様、成人式楽しんでくださいね。楽しんでください。またねー。